一号艇、カジノ高橋選手です。入室、おめでとうございます。ありがとうございます。節間振り返って、改めてエンジンの調子はどうですか?。すごくバランス取れて、足がいいと思います。優勝戦に向けて、何か調整はお考えですか?。えっと、プロペラの微調整だけするつもりでいます。今節のスタート感はどうでしょう?。えっと、ちゃんと定時定で守れるは、いいスタートがいけています。優勝戦絶好枠となります。 ピットバダリに関してはどうですか、えっといいと思いますはい、悪くても普通ぐらいは行ってるんじゃないかなと思ってますそれでは最後に優勝戦に向けて一言お願いしますはい、一、えー、号艇なので一番優勝に近いので頑張りたいと思いますおよろしくお願いします二号艇吉田博文選手です輸出おめでとうございますありがとうございます前回の輸出エンジンを引かれてますがエンジンの調子は改めてどうですか はい、エンジンはあのー、しっかりしてると思います。何か特徴はありますか？伸びがいいですね。行き足からの伸びですかね。優勝戦に向けて何か調整はお考えですか？えー、今本体を割ったので、も、え、う、ー、明日にかけて整備します。何かここを求めてという感じで割られたのですか？そうですね。あの明日の12レースに向けて。 の、まあ、時間帯と、あと、パワーアップと、さらにですね。はい。今節のスタート感はどうでしょう。うん、届いたり届かなかったり、不安定です。優勝戦二号艇となります。コーストーに関しては、はい、どうでしょう。そうですね。ピット離れがあんまりよろしくないので、ええー、出たとく勝負になると思います。それでは最後に優勝戦に向けて一言お願いします。はい、明日も課題を持って。 え整備します、えー、優勝します応援お願いします全能力発揮します三号艇川崎智幸選手です入室おめでとうございますありがとうございます節感を振り返って改めてエンジンの調子はどうですかそうですねあの周り足中心にまあまあ整っていると思います優勝戦に向けて何か調整はお考えですかそうですね、えっともう少し伸びが欲しいところなんですけれども うん、まあ、その辺を、なんとか。プロペラぐらいで調整します。今節のスタート感はどうでしょう。もうスタート感はね、もう感になってないんで、うん。できるだけのところまではいきたいと思います。優勝戦三号艇となります。コース取りに関してはどうですか。そうですね。まあ。悪くとも枠は死守していきたいと思います。それでは最後に優勝戦に向けて一言お願いします。はい、精一杯頑張ります。 4号艇鈴木博史選手です入室おめでとうございますありがとうございます節感振り返って改めてエンジンの調子はどうでしょうそうですねまあ正直あんまりいい状態には持っていけてないんですけど、うん、ちょっと厳しいですはい。特にここが欲しいなという足はありますかそうですねちょっと伸びが弱いような気がします優勝戦に向けて何か調整はお考えですかそうですね今日ちょっと暖かくなって ちょっとずれちゃってたんで明日また冷えるみたいなんでそこのもうまあいろいろ考えながら調整したいです今節のスタート感はどうでしょうそうですね向かい風がちょっと強い時だとちょっと行ききれないですスタート目標はそうですねまあ1丸ぐらいは行きたいんですけど優勝戦4号艇となりますコース取りに関してはどうでしょう まあピットまで一緒だったら4コースの角がありそうですそれではトーチ2連続優勝に向けて最後に一言お願いしますそうですね今節4コースちょっと2回とも遅れちゃってるんで明日はビシッとスタート行って優勝したいと思います応援してください五号艇の村誠選手です入室おめでとうございます今節勝率の高いエンジンを引かれてますが、はい、エンジン改めて調子はどうですかはいすごいいいです 何か特徴はありますか。ええー、回った後の出足がすごいです。優勝戦に向けて上積みの調整はお考えですか。はい、あのプロペラを調整し直します。今節のスタート感はどうでしょう。まあ、まあんま早いのは行かないようにと思ってサッとしています。スタート目標は十から十五で。優勝戦五号艇となります。コース取りに関してはどうでしょう。はい、はい、ええー、五コースから行きたいと思います。 それでは最後に優勝戦に向けて一言お願いします、はいえー、初優勝できるように頑張ります応援よろしくお願いします六号艇中辻博之選手です入室おめでとうございますはいありがとうございます切換振り返って改めてエンジンの調子はどうですかそうですねあの特にいいところはないんですけどまあ、えー、乗りやすいですねはい 優勝戦に向けての調整はどこを求めて行う予定ですか？えー、まあ、外枠なんでね。少しでもあの直線を良くしたいですね。はいと乗りやすさですね。もっとはい、今節のスタート感はどうでしょう？えっとまあ、遅れることはないと思います。はい、スタートの目標は全速で行けたらいいと思います。はい、優勝戦6号艇となります。コース取りに関してはどうですか？はい、えー、枠なりですね。はい。 それでは最後に優勝戦に向けて一言お願いします。はい、えー、最後まで一生懸命頑張ります。えー、応援してください。